どうもこんにちは、ゆきすけです。今日もエガネやっていきたいと思います。よろしくお願いします。梅田が盗塁、エラー外れてくれよ。よろしくお願いします。はい、ハイテンションで今日もなんとか全国の準決勝をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あー、まあ橋本だろう。これは橋本です。行きましょう。まあまあ、オーダーもこれじゃない。まあこれがベストオーダーでしょ。あいつ、うさ、浜田だけ変えるわ。浜田だけ変えてベストオーダーですね。よし、行きましょう。しゃがし、はい、皆様こんにちは。今日の全国大会準決勝でございます。もしよろしければチャンネル登録をご覧くださいよろしくお願いします。結構お腹がいっぱいです。全国大会準決勝、まあお腹がいっぱいになると元気になるっていうよね。私結構元気です。よろしくお願いします。やってみましょう。そうですね、ベーでございます。ベーベー、よろしくお願いします。皆様、私の名前はゆきちかと申します。ぜひ仲良くしてください。総力 S になったね。偉いね。やってみましょうか。いけ橋本、いけー、いかー、いかー、いったでしょこれ。 This is gone。 ハイテンション疲れる。点取られてるっていうね。まあ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 、だいぶ OK OK。 ナイス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 。渡辺打ちまくってるね。今の橋本4番だったよと。いいね、素晴らしい。走力が上がってパワーも上がっちゃった系男子ですね。橋本いきましょう。かませ OK、 ナイス。いやつかついちゃう、威圧してっちゃう、土石で。威圧してっちゃう、いいよ、威圧してって。オーケー、オーケー、ナイス。あ、渡辺エグいな、ほんと、ほんと、ほんまに渡辺エグいな。走りまーす。オッケー、走る、走る。渡辺、流れる汗もそのままに。いつかたどり着いたら、レフトスタンドにホームラン打つよ。今日にホームラン。しちゃったよ。4番解決しちゃったんじゃない。南も打つ打つよ。毒扱って日の夕立ち。最高最高かよ。このままコールド狙っていいぜ。行こう。稲田はちょっと打てないな今日。稲田は打てる子だから見れてみ。エンドランが来ます。お、うまい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 。あー惜しいね。いいとこには逃してたね。もうちょっと左だったらいい感じだったんだもんね。渡辺、えぐいな。9番渡辺が多分いいんだろうな。個人的に予想だけど。よし。進化を上げなきゃいけないからね。進化を上げなきゃいけないから。進化するってな。進化を上げて進化する。進化を飛ばしてぶっ潰す。よいしょ。進化飛ばして、オッケー、ゲッツ。なめんなよ、この二遊間。まあ、ショート一人だけど。ショートとファーストだけど。オン橋本が打ちたいって顔してるわ。もう打ちたいって顔してる。オーケー、4度目えぐいな。すごいじゃん。威圧感チャレンジしちゃう。いいよ、威圧感チャレンジ。総力 S になった初の威圧感チャレンジみたいな。よし、ちなみに今日ちょっと4番に置いてみました。黒岩です。ホームラン打ってないんですけど、高打率で阿部もついてる。なんか4番っぽいなと思って、つなぎの4番になれるかなって期待を込めて4番に入れてます。どうせ誰を4番に入れても活躍しないんで、誰でもいいかなっていうのが正直な本音です。でも だったら少し期待を持てる人入れようっていう、はい、ノリです。はい、いけ、南の次北に送るぞ。北に送ってやろうが。おーい、渡辺走ります。本当渡辺最高だわ。渡辺最高すぎる。まあ、カネちゃんね、正直結構いいんだよね。金割りいいんだよ、本当に。いけ、繋いでくれ、後ろに。後ろに繋いで。あー、これ多分渡辺なら走れるな、サードまで走ろうか。オッケー。素晴らしい。で、橋本です。ワンチャンこれ前進守備してこないかな。威圧感チャレンジ行こうか。いけ。おっ、あー、惜しい。橋本の威圧感チャレンジです。期待してください。うわー、インコース。だいぶだいぶ、打てる。頑張ろう。威圧感チャレンジ。攻略してみせろ、橋本。おー、いやいや。いい、タイミング合わせる。オッケー。うわーい、カット落ち着く。もう、逆方向に飛ぶために、怖い。見逃してるね。インコース攻められてるよ。だいぶだいぶ、関係ない。流せる橋本だ。怖っ。インコース折り攻められてるよ。引っ張る？いや、投げない。流します。来た！オッケー、やつかに成功。つくかな。ついたら激アツだぞ、マジで。ついたら鬼アツだぜ。え、それマジついたらえぐいわ。
パワーで強振でいいかな。いけ、変わろう。変わろうって言ってた。ほら。これ頑張れ。打てるよ、ほらなら。オッケー、うまい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 、落ちないか。ここ打ってさ、ここ打ってさ、さよなら決めようよ。あ、なんか、あ、走ろ。走ったらなんか黒岩の数値回復するんじゃね。はい、黒い、あー、見た。全員入れ替えてきたぜ。マジみんなちょっとここ珍しく飛ばさないよ。次の試合レッツラゴーって言わないからね。橋本が威圧感つくかよ。つかなかったらそのまま次の試合行くんだけど、なんもなしにね。オッケー、取れる取れる。橋本に花を添えてやってくれよ金丸。これでワンアウト。頼むわ、橋本に花を添えてやってくれ。橋本はきっと威圧感がつくんだよ。橋本はきっと威圧感つくから。オッケー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 。足元もきっと威圧感がつく。だってここ秋大会だもん。つくよ、絶対つく、絶対つく。つかなかったら次の試合ね。来い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 。泣いていいなら泣きます。泣くことが許されてるなら泣きます。はい、泣くことを許してくれる人はいますかって。ランナー3塁に進みました。 OK、 点取ってよ。4番に置くと誰も打たなくなるんだよ本当に。マジで頑張っていこうぜ。だいぶ稲田、あー手拭きをしなきゃいけない運命です。はい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 。ヘイピッチャー反応しきれてない。ヘイピッチャー反応しきれてない。2番の稲田ほど怖いものはないからマジで。マジで2番の稲田ほど怖いものねえよ。オッケー。ここもだな。同じことします。セーフティー。はいうまいはいうまいはいうまい。あーでもこれアウトだな。ナイスナイスナイス。いい。ワンアウト3塁できるの結構でかいからな。普通に。で、ここで金丸がぶっ放ちます。オッケー超えた。あー決勝戦の負けるのが一番ムカつくからさ、ちょっと頑張ってほしいな。流します。どうせ左ピッチャーでしょ。それこんだけ立ってんだから投げ、外角にしか投げてこないから平気よ。外角にしか投げてこないって言ったじゃん。信じてよ。どうせ外角にしか投げてこないんだからさ、信じてくれよ。9番が打ってくれる、打つチームいいよね。よし、河野かまそうか。河野なら何とかなるから。しっかり尻上がり持ってっから。前の試合の橋本リアツカの代わりについたから尻上がりが。オッケー、ケツ持ちね、ケツ上がりね。オッケー、あーまあこれ全身守備になるからな。点取られるな。まあそれでも俺は全身守備するけどね。点取られてもいい。オッケーオッケー、ナイス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 。3万の1割に1割たって1割にしか打ってないし、ね、打たれるわけないじゃん。なめんなよこの、うん、打席立たなくていいよ、どうせアウトなんだから。そう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 、それでいい。本当にアウトでした。あんまアウトになると思ってなかった。よし、あーいいね、青木。青木いいね。からの黒岩走ります。オッケー。まあそれ投げても遅いよ。青木。泣きぼ。広角打法。広角打法。オッケー。青木いいね。素晴らしい。素晴らしい。マジで素晴らしい。で、森岡。森岡が打ちたいって顔してる。森岡がね、打ちたいって顔してるんだよ、ね、今。俺に向けて、俺に向けて打ちたいって顔してる。フルヒだからね、彼。いけ。1メンズでこんだけ打ててるのがすごいんだよ、正直。ここまで1メンズで点取れてるのは割とすごいんだよね。なんか、意外と普通に勝ててるよね、ここまで。よし。まあ、送りバントすれば 100% いけるんだよ。見れてみ？バントしてるから。あ、これ選べるやつや。まあいいや、やろう。はぁ、あ。送りバントスリービーがなくなっちゃったじゃねえか。打つか、稲田。打つか、稲田。一球待とうか。オッケー。ここで転がせるようです。いけ。はい、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 はい。はい、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 はい。走りたい、走りたい、走りたい。ものすごく走りたい。セーブ。ナイスー。ナイスー。よし、
コのウト。オッケーナイス。マジでいい打線がつながる。もう2年たちが偉いよね、正直。2年がしっかりと打ててるね、偉いわ本当に。1年結構変わるからね、本当にしっかりと打ててるね、偉すぎる。ファイト戦う君の歌を橋本が歌うんだよ。ワンチャンこの分ありだぞ。どうせホームランねえんだったら横に橋本行くか。すっげえありな気がしてきた、この打順。どうせさ、ホームランないじゃん、4番に置いても誰も。だったら4番にさ、打てる人置くのありだよね、正直。4番に阿部秀安定的に打てる人置くのありだな、マジで。あとまあ5番だけ少し選べば。5番打者争奪戦誰か勝ち抜けば、それで終わりだわ、この争い。この争い、終われざり来た。なんかちょっとムカつくから9番そろそろ抑えようぜ。9番だけ2安打打たれてんだよ。ダメダメ、よくないよくない。9番しっかりシャットする。オッケーナイス、偉い偉いよ、いいナイスなところ。まあ森岡のファースト全然いいね。まあ1年ずるいか。オッケー取れる、ナイス稲田、いいじゃん。いや稲田ほんとバントマラ持ってるからさ、2番ありなんだよね、この打順だったら。正直金丸がいて3番に河野がいて4番に橋本が置けるこの打順だったら、4番に2番に稲田を置くのありだな。甲子園そうしようかな。まあ言うて2番注目選手に代替しちゃうからさ、あんま関係ないんだけどね。あ、大きい、いいね。なんか適当にやってみようかな。はい、金丸でしょ、忘れてんの。忘れてんの金丸でしょ。オッケー、走りまーす。オッケーでーす、素晴らしいです。原の稲田です、転がします。オッケー、稲田いい。私ホームランがないだけ、本当にいい打者。からの走ります。走力をね、できれば S 軍に上げたいけどね。そうすれば本当完璧な打者になるんだけど、それぐらいだね。まあ阿部ヒポワヒ、阿部ヒポワヒ、このフィジーズコンはビッグボーイ。F 打とうぜ南、5番下ろすぞ。よし、高山ファーストできないけど高山にファーストやらせます。はい、黒岩の伝令、森岡の伝令、あとは梅田の伝令。マジで今回代打一人も使ってねえんだ。代一人もって言い方変するで変だけど、代打なんかこれを使いたいみたいな感じで代打使ってねえな。なんか安定してるわ全員。今南だね、今のこの大会の穴は。南を少し打順を下ろそうかな。5番南はちょっと重い気がする。なんか思った打順で後で組み直そう。はい、こんな感じでございました。ファーストはね、どうせ取れないから大丈夫。ビシビシビシ。オッケー、前田の痺れん、ありがとう痺れに付き合ってくれて、ありがとうね痺れに付き合ってくれて。稲部優しいじゃん、稲部優しいじゃん。オッケー、荒らす。いや青木の青髭が似合ってるよ。どうも優勝ありがとうございます。いや嬉しいです、本当に嬉しいです。まあ秋大会でもね、こんだけ勝てるってことがこれからの重要性になってきますからね。皆様もぜひこれからまた見ていただけると幸いでございます。おい、河野いいじゃん。他の誰も得のつかなかったけど河野いいやん。フォークだけ5になったし、対強打者丸チャンスし。 OK です、また皆様次回でお会いしましょう。またね、バイ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 。